こんにちは。先日高校の頃の先輩である通称インキャマンが、あ、キリン、クラブ行こうぜとどもりながら誘ってくれたので、僕もよっしゃー決めるぜーとインクボックスで額、陣中、みぞおち、股間の正中線に沿ってタトゥーシールを入れて、いざ出陣。しかし入り口のガードマンに、マジ無理と鉄壁ディフェンス。なので僕はすかさず背後からスコップかっこ比喩でドゥルルルルと一撃。そして僕と先輩はさっそうとフロアに消えていきました。ヤルミナティ教訓、困ったら、ほれ、秘密結社ヤルミナティグランドマスター、キリンです。はい、ということで今回は、生きたまま体を楽器にされる拷問、背中にヤバすぎる液体を注がれる拷問、ゆっくりと体が剥がされていく拷問など、漫画に登場する目を覆いたくなるような拷問を6つほどご紹介していきたいと思います。でく、愛よりも剣。愛よりも剣は、週刊少年マガジンに連載されていた漫画、賭博打点録カイジ、カズヤ編に登場する拷問です。この拷問は、二人一組になって行うゲームという形で行われ、その内容は、エチェッ。お互いに身動きが封じられた状態で、それぞれが右胸、左胸、胸の中心、右脇腹、左脇腹、右太もも、左太ももの計7箇所、二人合わせて14箇所に穴が開いた箱に入れられる。2、その後、箱に入った人物が交互に穴を指定していき、その箇所には鋭利な剣が突き刺されるが、14箇所の穴のうち、ランダムな9箇所は鉄板でガードされているため、そこが指定された場合は傷つかずに済む。3、剣は合計9本用意されており、すべての剣を使い切った時点で生存していればゲームクリアとなり解放される、という内容になっています。また、この時指定する穴は自分の穴でも相手の穴でもよく、どちらか片方が生き残っている限りゲームが継続されます。ちなみに僕と安全太郎が参加した際は、発毛のため、全部頭に刺してくれーと安全に頼み、無事他界してます。そして、作中では一組のカップルがこの拷問を受けることになり、初めのうちは男が女をかばう形で自身の穴に剣を突き刺していったのですが、やがて激痛と恐怖から心が折れ、都心に走って女の足に剣を突き刺してしまいます。その後、疑心暗鬼に陥ったカップルは醜くお互いを罵り合った末、女が男を絶命させるために男の両胸を指定してしまいます。これについて我々の見解としては、極限状態の乳首首攻めは、はい、しかし男は胸に剣が突き刺さった後もかろうじて生きており、最後の力を振り絞って女の胸を指定したため、最終的にこの拷問は共倒れという最悪の結末を迎えてしまいました。人間オルガン。人間オルガンはフェイトゼロに登場する拷問です。この拷問は、人の死に意味と芸術性を見出そうとするサイコパス、瓜生龍之介と彼が呼び出した英霊、キャスターによって実行されたもので、その内容は、さらってきた子供の腹を裂いて腸を引きずり出した後、腸を鍵盤に見立てて様々な箇所を刺激していき、箇所ごとの悲鳴の音階を記録して人間オルガンを制作するという凄惨な内容となっています。また、この拷問内容を知ったホルモン屋アルチュー店主は、その手があったかーと新たな気づきを得ています。また、この拷問を受ける子供には、痛覚を残したまま再生を続ける治療魔術がかけられているため、子供は痛みは感じるが、気絶や絶命することがないという絶望的な状況で苦痛を味わい続けることになります。さらに、このようにむごたらしい拷問でありながらも、実行者である龍之介とキャスターは倫理観が崩壊した異常者であるため、苦痛と恐怖で泣き叫ぶ子供を横目に、失敗を恐れちゃダメだ、すべてはトライアンドエラー、ともかく前向きに考えよう、などと発言しながら終始フランクな雰囲気で拷問を続けており、この内容と発言のズレが拷問の恐ろしさを際立たせています。また、この拷問は作中屈指のトラウマシーンとして絶大な知名度を誇っているのですが、その残虐すぎる内容からアニメ版では大幅にカットされています。ですが、実は次の NHK 特番で、ドレミファソラシドを奏でる人間オルガン VS、絶対にハイシーまでは出るキリンのポコタテ対決が、ツタヤの18禁コーナーでレンタル開始予定!なし!虫地獄。
虫地獄はビッグコミックスピリッツに連載されていた漫画闇金牛島くんに登場する拷問です。この拷問は小川淳という怠惰な上に金遣いが荒く、家族や友人、消費者金融から借金を繰り返した挙句に返済を滞納し続けるクズ男を相手に主人公の牛島が行った拷問で、その内容は人里離れた山中で裸にされて木にくくりつけられた上でワインと蜂蜜をかけられるという内容になっています。ちなみに我々黄色組のクマ曰く、蜂蜜かけられた人間がいっちゃうまいとのこと。またこの拷問を行う際、激しく抵抗する純に対して牛島は、保証人になって利息を立て替える人間がいればお前を信用すると助け舟を出したため、純は片っ端から知人たちに電話をかけて助けを求めようとしました。ですが日常的に仲間を裏切り続けていた純を助けようとする者はおらず、唯一の頼みの綱だった親友のメッシーも日頃の悪行の結果からか何者かに襲われて金を取られた上で意識不明の重体になっていました。そしてジュンは木にくくられたまま放置されることになり、虚ろな表情を浮かべたジュンがワインと蜂蜜の匂いにつられてやってきた大量の虫たちに囲まれる様子が描かれて話は終わっています。また現地のモンシロ町曰く、鎖骨のくぼみマジオアシスとのこと。背中上げ。背中上げは週刊ヤングサンデーに連載されていた漫画殺し屋1に登場する拷問で、拷問を受けることもすることも好む究極のマゾヒスト兼サディストのヤクザ柿原正雄が鈴木というヤクザに行いました。まずこの拷問を行うにあたり、柿原は鈴木をうつ伏せにした上で背中に複数のフックを突き刺して彼を天井からぶら下げており、鈴木の背中は自重によって器状に皮膚が伸びた状態になっています。すでにこの段階でも相当な苦痛が鈴木を襲っているはずですが、さらに柿原は器状になっている部分に煮えたぎった油を注ぎ、想像を絶する痛みを味わった鈴木は油汗を流しながら絶叫します。またこの絶叫の場面で僕は過去にテレビで天ぷらは揚げている音で一番美味しいタイミングがわかるという名言を思い出しています。しかし究極のマゾ兼サドの柿原はもだえ苦しむ鈴木に対して、熱いだろけどな、この激痛を与えられる意味だとか行いの裏側にあるもんをよーく考えるんだ、すると自然と痛みが引いて心地よくなるんだよと恍惚とした表情を浮かべながら語りかけた後、さらに頭から油をかけて追い打ち鈴木の全身に大やけどを負わせました。またこの拷問を男の下で体育座りで見学していたキリンメンの新入りヤクザも油を全身で浴びてしまい、二番絞りーと叫びながら絶命してます。ヤモリの拷問。ヤモリの拷問は週刊ヤングジャンプに連載されていた漫画東京グールに登場する拷問です。物語の中盤で他人を痛めつけることが趣味のサディストヤモリに捕まってしまった主人公の金木は、椅子に拘束されて身動きを封じられた上で爪を剥がされる、指を潰されるなどの目を背けたくなるような拷問を受けることになります。また金木は強い回復力を持ったグールであり、傷を負ってもすぐに体が再生していくため拷問は終わりなく繰り返されます。そして散々金木を痛めつけた後、ヤモリはムカデを取り出すと、それを金木の耳の中に突っ込み、金木は激痛と恐怖から発狂して殺してくれと懇願します。またこの際ムカデは、あたいの足技見さらせよって張り切って TikTok 撮ってたとか。さらにその後もヤモリは捕らえた一般人を2名連れてきて、どちらを殺すかの選択を迫った後に両方を目の前で殺すなど、心身ともに金木を追い詰めていき、拷問を受け続けた金木の髪は真っ白に変色してしまいます。以上がヤモリの拷問の内容なのですが、最終的にこの一連の拷問がきっかけで金木は覚醒し、強大な力を手に入れてヤモリにリベンジを果たすため、作品を通してこのシーンが一番好きというファンも多く存在しています。母の痛みを知りましょうの刑。母の痛みを知りましょうの刑は週刊ヤングマガジンに連載されていた漫画ミュージアムに登場する拷問です。まずこの作品には芸術家を自称して快楽殺人を繰り返すカエル男というキャラクターが登場するのですが、カエル男は悪事を働いた人物をターゲットとして、飼い犬を捨てた女性を野犬の群れに放置する、不倫している男性を真っ二つに切断する、認知系占い師に針を1000本飲ませる、キリンチャンネルを登録してない男にタトゥーシール
シールを貼るなど、それぞれの行いに対応した拷問を行っており、母の痛みを知りましょうの K は、母親のすねをかじり続けて漫画やゲームに明け暮れる28歳の引きこもり堤雄一がターゲットとして選ばれました。なお、すねかじりしこ団の僕から言わせてもらうと、すねはかじるのではなく優しく舐めることが長続きのコツです。そして K の内容は、雄一の出生時の体重 3261g に達するまで糸の子を使って体を切り落としていくというむごたらしい内容となっており、 K の執行中、雄一は、やだー、やめてー、助けてお母さん、ひー、まだ行きたい、明日 VR ゴーグルが届くんです、ファンサーなどと泣き叫んで抵抗しますが、カエル男は耳、鼻、指など雄一の体を容赦なく次々と切断していき、最終的に雄一は顔面を真っ二つに切断されて絶命してしまいました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て次の道徳の時間は拷問でもしてみるかと思った私立サバンナ学園のイカレサイコパス教師ド級は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。終わり。はい、検知タイムなんですけど、質問箱です。再生リストって更新したいんですか？いつも再生リストをまとめて見ているため更新されず寂しいです。なんなら私が全部振り分けたいまであります。ありがとうございます。はい、これがですね、おそらく半年ぶりか1年ぶりかちょっとわかんないですけど、相当久しぶりに割と最新動画まで再生リストをまとめたので、ぜひですね、再生リストを見てる人って多分そんなに多くはないと思うんですけど、チェックしてみてください。新しいやつまで再生リストに入ってます。はい、ということで今後もできるだけサボらずにやっていこうと思います。ということでした。さよなら。